ですね。はい、じゃあ、対談始めたいと思います。高架主催のですね、大田区、寝屋敷駅の近くにありますインキュベーションスペース高架主催の、ウォーターアートアーカイブス OA と言ってるんですけども、その第2弾、東恩納雄一展の、トークセッションというか、対談を始めたいと思います。私、高架を主催しているアットコマタの村治と申します。よろしくお願いします。ですね、このウォーターアートアーカイブスは、この高架が大田区にあるんですけれども、大田区にゆかりのある、大田区に住まい、あるいはスタジオアトリエがある現代美術家の方に、展示をしていってもらうという、そういうシリーズものの企画でして、これはその第2弾となります。第1弾は青山さとるさんという方に、展示いただいたんですけれども、今回第2弾には東恩納さんに展示いただいています。高架自体は、ものづくりをテーマにして、なんていうんですかね、クリエイターと、あと町工場の人たちと、コラボレーションして新しいアウトプットを生み出そうという、そういう場なんですけれども、そうですね、あれ今何を言おうとしたんだろう、ちょっとすいません。ごめんなさい。高架自体は、ものづくりをテーマにしたインキュベーションスペースで、大田区は、東京23区内で一番町工場の多いところです。なので、クリエイターの方と町工場の職人の技術で新しい、ものづくりのカルチャーであったりアウトプットを生み出そうとしていく、そういうインキュベーションスペースになっています。でこの場所は、そういう意味で言うとギャラリーではないですし、もちろん美術館でもないので、ある意味なんていうんですかね、ラフにというか、もう少しインフォーマルにカジュアルに、こういった、展示をしていただけるようなスペースになっています。で今回東恩納さんに展示いただいたんですけれども、私は建築領域の人間なんですけれども、今日ゲストに来ていただいている建築家の門脇さんといろいろと共通言語であったりとか、興味領域が重なっているんじゃないかと思いセッティングさせていただきました。で元々は、この展示のオープニングトークセッションという形で企画していたんですけれども、新型コロナウイルスの影響で残念ながら、中止となってしまいました。なんですが、今ちょうど緊急事態宣言も明けまして、ギリギリ展示も残っている状態でしたので、滑り込みでかつ無観客試合ということで、今回、録画してそれを後日配信という形で、皆さんにお届けできればいいと思い、企画させていただきました。今日はですね、実際に東恩納さんに、高架で展示した、感想であったりとか、実際に展示してどうだったかというところのお話から始まり、門脇さんに実際に展示を、この対談の収録の前に見ていただきましたので、その感想を言っていただき、ちょっといただきながら、実際門脇さんも、実践、いろいろプロジェクトをされているので、そのちょっと説明も兼ねながら、なんていうんですかね、共通言語を探り当てながら、ちょっとアートと建築で、領域としては別なんですけれども、なんか面白い、実りの多い、議論ができればなというふうに思っています。私は、簡単な、司会進行という立ち回りですので、今日はこの後お二人に、対談という形で、場としてはお任せしたいなというふうに思っています。では早速なんですけれども、東恩納さんに、この高架での展示の説明というか感想をいただくところから始めたいと思います。じゃあよろしくお願いいたします。ありがとうございます。お話しいただいたというか、今回の展示はここはもちろんギャラリーでもないし、ホールでもないし、アートの特にアートの場所でもないんですけれども、もともと自分はそのインテリア、特に日本のインテリアなんですけれども、を素材にしていた、インテリアからインスピレーションを得て、インテリア、実際にインテリアにあるアイテムをモチーフにしてたということがあるので、それをまたこう、一種ここの、住宅ではないんですけど、インテリアの中にフィードバックするということ自体は、非常に面白いかなと思ってました。で、
最初になんでこういうことを始めたのかっていう、まあ、実際にこのこれは LED なんですけど、あとカーテンとか壁紙とか、実際にインテリアはかなり身近にあって誰でも見たことがあるものだと思うんですけど、インテリア、なぜインテリアを相談したのかっていうのは、もちろんインテリアデザインに興味があったとか、そういうことでは全くなくて、一番最初のきっかけっていうのも、きっと90年代ぐらいだと思うんですけど、一時期の日本のインテリアには、なんか、カタカナでファンシーなものって言われるような、非常に趣味の悪い、ものがいっぱいあったんですね。実際家にもあって、で、まあ、例えば、自分家は建売り住宅ではなかったけど、建売り住宅の現場に必ず、ケミカルグラスのカーテンを飾ったりとか、ね、そういう光景っていうのが一時期、どこの日本の風景としてあった。まあ、あと、結構と使い出したのも、その日本の家庭にあるもの、特に丸い結構とっていうのは日本独特のプロダクトなので、まあ、そういう点で、それが何か自分にとっては非常になんか、なんとも言えない、こう、アンビバレントの感情を喚起させられるので、なじみ、よくそういうものが意味していることもよくわかるし、でも、だからよくわかる、身近にあってよく知ってるんだけど、決して好きじゃない。どっちかといえば、嫌いなんだけど、嫌い、100% 嫌いにして去ることができないような、非常に厄介なものとしてあったんですね。だからそのモチーフとして選んだっていうよりは、ものすごく近くにあって、何かこう、目の前にいつも目障りがありました。あって、それがインパクトが非常に強いものだったので、まあ、そこには何か意味があるんじゃないかなと。あと、その、一種の謎みたいに、その、非常に説明しにくい感情を喚起するようなものだったので、ね、それがまあ、不思議だったっていうか、まあ、変な意味で、まあ、ミステリアスなものとしてあったので、モチーフに使い出したっていうことが、まずあって、で、なかなかうまくそれがどういうことなのかっていうのは、うまくなかなか説明できなかったんですけど、まあ、だいぶ時間が経ってから、まあ、有名なエッセイなので、フロントの不気味なものっていう、まあ、いろんな人がよく今でも引用することがあるけど、まあ、有名なエッセイなので、それを読んでみたら、まあ、ちょっとびっくりしたっていうか、その自分のこうもやもやしてなかなかうまく説明できないこうアンビバレントな感情がフロイトのそのテキストに非常に自分にとってはクリアに説明されているっていう感じがして非常にちょっとびっくりしてすごい踏み打ちたっていうことがあったんですね。でフロイトの説明っていうのはその、不気味さっていうのを人が不気味さを感じるのは全く見も知らないものじゃなくて非常に身近にあってよく知ってるものだっていうことにまず言っていて、ただその通常はそれが隠されて見えないものが何らかのきっかけでこう表に出てきてしまってる時とか、あと自分が一番しっくりきたのは非常に身近にありながら同時に疎遠に感じるものっていう説明をしてて、だからそれがカタカナのファンシーなものに自分が感じたものをぴったり説明するものだったので非常に納得したっていう、だから自分が何に引っかかってたのかとか何にこう囚われてたのかっていうのが非常によく分かった感じがして、でそれもだいぶ前なんですけども、まあ、だからしばらくその自分の作品を不気味なものっていうキーワードで説明してたってことがあったので、ただそれに時間が経ってみると、まあ、不気味なものっていうのは個人が認識の中で感じることだけれども、でも不気味なものがこういうことだってフロイトの説明はあるけど、でもそれがそもそも何を意味してるのかっていうのはやっぱりよく考えてみたら何も分かってないことに気づき出して、どうもその不気味なものっていう説明だけじゃどうもしっくりきなこないなっていうのはずっと思って、また新たな言葉を探してるってことがかなり随分長い間あったんですけれども、でちょっと門脇さんと縁を感じたのは、その、若い若手の哲学の千葉雅也さんという方が、おととし出た本か、去年たまたまここにカードがありますけど、彼の本を読んで
その不気味でないものって言葉を造語ですよね、提案されていて、だからその不気味なものに対して対する言葉をずっと探してたっていうことがあったので、で不気味でないものって言われて非常になんか疲労をつかれてびっくりしたっていうことがあって、ね、その不気味でないものって言葉自体の歓喜力もすごい感じて、ちょっと去年自分の展示について展覧会のタイトルに使わせていただいたりしたっていうことがあって、でもう一つはね、その主にここ今回の光の作品が多いんですけれども、ずっと蛍光灯をいっぱい集めたこうシャンデリアっていうシリーズを作っていて、で要するにシャンデリアも日本のインテリア、趣味の悪いインテリアの中で見出されたモチーフ、蛍光灯ですね、丸い蛍光灯も日本のインテリアで見出したモチーフなんだけれども、それを、いっぱい集めたシャンデリアってオブジェにしてみたときに、もともと好きじゃないものをモチーフにしてるんで、普通はその非常にアイロニカルな作品ができるはずだったんだけど、実際に作ってみたら、何かそのアイロニーとかよりは、なんと言っていいか、何か痛快さっていうか、非常に開放感を感じるような、になって、それが意外でちょっとびっくりしたって、ちょっと意外だったんで、それはどういうことが起きたのかなっていうのが、ちょっとなかなかうまく説明できなかったんですけど、その千葉さんがその不気味でないものっていうのを言い換え、地面性の過剰っていうのを言っていて、だからあのシャンデリアについては、地面性の過剰っていうのは非常にぴったりな説明なんじゃないかな、というようなことをとりあえず、まず説明ですね。ありがとうございます。じゃあ、門脇さん、展示を今日見ていただいて、その感想から。はい、門脇です。僕は、まず自己紹介しますと、建築工法っていう、分野が専門なんですね。で建築工法って言っても多分一般の方ほとんど分かんないと思うんですけど、建物のハードの部分に着目する、そういう学問分野なんですけど、その建築工法を出発点としながら、建築も作り出したというのが僕 の, バックグラウンドです。それで今回東恩納さんの作品を見せていただいて非常に共感をしていました。多分建築の人は結構共感するんじゃないかなというのを共通して思ったんですけども、そもそもね、この効果にだいぶ以前にメラジスさんに案内していただいたんですね。あれいつでしたっけ、3月ぐらい、いや、6月とかね、ちょうど去年ぐらいです。去年ぐらいで、去年ぐらいに案内していただいた時に、その時に東恩納さんのシャンデリアありましたね。それはあったんでしたっけ。あった多くありましたね。で奥を見て、もうこれかっこいいってすぐに思ったんですよ。で、村瀬さんいいなと、こんな素敵なシャンデリアをしつらえてと思ったら、でそれは東恩納さんのアート作品であるということをおっしゃっていただいた覚えがあります。で今回改めて見せていただいて、で、非常に共感しながら見たんですけども、まず共感したところの第一は、僕は結構こうインダストリアルなものに対して嫌悪感もあり共感もするというところが近いなと思って見ていました。でインダストリアルなものというのは建築でいうと、昭和40年代ぐらいから建築にこう入っていって、でそれまでこうクラフトマンシップ的に作られた住宅にどんどん貼られていく、工業的なもの、金属的なもの、それからケミカルなものですね。でそういったものが自分の幼少期の住宅にあふれていたわけですけども、当時ダサいなと思って見てたわけですよ。でダサいなと思って見ていていたのと同時に、一方で自分のこう幼少期の風景を作っている原体験であることは確かなので、愛着も感じることは事実である。でそういうちょっと引き裂かれた思いをああいうものに持っているわけですが、そこに対するなんか共通する原体験みたいなものを、まず第一に感じました。あとアートとして見た時に、アートとして見るというか、アートとしてちょっと見れないところがありますよね。で確かにアート的なんだけども、自分の日常にこう
いつの間にか潜んでいるところがあって、でふと足を止めて何かちょっと考えるとギョッとさせるようなところがあると。だからその何かこう不気味なんだけども日常に溶け込んでいると、で日常に溶け込んでいるものをよく見ると少しものを考えさせる、そういう投げかけをさせるところが多分先ほど言った原体験のところに近いところもあるし、一方でこれは東女さんの作品の特徴でもあって、その距離感というのは非常に共感を持って見てました。なんというかやっぱりかしこまってアートを見るという体験はあんまりいいものではないという感覚も共通してるんだと思うんですけども、そういうのが非常に共感を持って見てました。あと両極端的ですよね。例えばこの作品は、まあ、写真平面ですけども、ペインティングですか？スプレーで、東野さんマイクで。よく写真と勘違いされるんだけど、実際にこれグリーンの布を壁にこうドレープを作ってピン止めしておいて、片側から黒のスプレーをこうかけてるんですよ。でそれをこうドレープを広げるとこういう痕跡が取れる。そうするとあれなんて言うんですか、こうギザギザをこう削っていくやつ、10円玉にフロッタージュか、フロッタージュみたいな感じで凹凸を転写する。うん、そうですね、フロッタージュじゃないけど、でまあこれは平面の作品なんだけども非常に立体的だし、あちらがまあどちらかというと彫刻なんだけども元は平面ですよね。このプリント合板みたいな、プリントご飯って分かりますかね、昔住宅に貼ってあった木の模様を模したビニールのシートがあるんですけど、それプリントご飯って言うんですよ。壁紙もありますよね。そうそう、裏にシールがあって、で貼ってあるとあれは、まあ、木の模様立体を模した壁紙なんだけど、今度それを引き裂いてさらに立体にするって結構ややこしい手続きな気がしますけども、これも平面を今度は彫刻化した作品のように見えました。でこの、まあ、こっちを指した方がいいかな、このシャンデリア一連の作品もよく見るとあれなんですよね、住宅によくあるこの丸い蛍光灯なんですよね。今の人、若い人知ってるんですかね。いや今もホームセンターとかたくさん売ってます、売ってますね。これもなんか日本的な非常に奇形的な、うんうん、プロダクトだと思いますけども、本来こうまっすぐなはずの蛍光灯を丸くして、うん、でカバーをして、それを和室なんかにやると、そういうものですよね。でこれが集まってなんだかシャンデリア的プロダクトになってるんだけども、この距離感との測り方もすごいなんていうか独特のものを持っていて、ここには映ってないけど、まあ、いわゆるシャンデリアっていうあれもなんか最初の発想は割と素朴で、だからその丸い蛍光灯が日本独特のプロダクトだとか、クールジャパンでも漫画アニメでもないけど、まあ自分が密かに思ってたのよ、すごい日本を象徴するようなプロダクトなんじゃないかなと思っていて、あとそのファンシーなものっていうのが何かっていうと、ただキッチュっていうだけじゃなくて、そのもともとはすごい西洋にはすごい強い憧れが生み出したちょっと奇形的なものだなと思ってたので、その、まあ、西洋のシャンデリアってすごく西洋文化のアイコン的なものでもあるので、それをこう日本を象徴する丸い蛍光灯で作ったら面白いんじゃないかっていう、まあそういうのが最初のアイデアだったんですけど、なんかこういうのもなんかみんなシャンデリアとかこうフロアランプに、まあ、擬態してるみたいな感じですかね。だから最初に見た時にやっぱりこれは目に飛び込んでくるわけですよ。目に飛び込んでくるんだけども、なぜかそんなに変なものにまず映ってこない。これなんでだろうと思ったら、この丸い蛍光灯ってよく寝る時に見てたあれなんだ。それ自体はね、うん、誰でも知ってるものなので、まあ、誰でも知ってるものが集まってできているので、だからここにある種の変なキーなものを見てる感じと、いやよく知っている懐かしいものを見ている、この両方の感情が、そうですね。
で、そのあり方はこの平面なのか立体なのかってこの2つの作品にも共通する、あのどっちつかずというか、あのとてもあの両極端なものをいっぺんに見せられているような、そういうところがすごくこの似た感じを持っているのかなと思ってみました。そう言われてみるとそうですね。これはもともと平たいものがこう立体になって、こっちはもともと立体だったのが平面になってるっていう。あとはこれは僕が建築家だからかなのか分かりませんけども、まあ、あのインテリアをモチーフにとおっしゃってましたが、日常に潜むものですよね、これね、全てね。でこの日常に潜んでいるものが、まあ、あの何か歯向かってくるというか、突然氾濫したような、そういうような感じを受けて、でそれも大変共感とあとギョッとする感じ両方をあの感じて見ていました。となんかあのそう、あだいぶ後になって気づいたんですけど、まあそのカタカナのファンシーっていうのも本来の英語のファンシーと全然意味がかけ離れてる、そのズレみたいのが面白いなと思ったのと、まあ、日本語でインテリアって、まあ、カタカナ表記ですけど、インテリアって言っちゃうとあの家具とか室内しか意味してないので、でも本来は第一義的な意味って内部とか内面っていう意味だと思うので、だから日本語でインテリアインテリアって言ってるとその本来の意味を忘れてるっていうこともあるんじゃないかなっていうのは、だからもともとインテリアに不気味さを見たっていうのは、まあ考えてみるとそんなに不思議じゃなことじゃないんだなっていうのを後から思ったんですけど、ね、でその東恩納さんの感覚を非常に共感して見ていたんですけども、あのその話をするためには僕がどんなことを考えているのかって少し話をしなきゃいけないと思いますけども、千葉雅也さんが不気味ではないものっておっしゃってたのは、あの短編集みたいな本ですよね。あのね、なんだっけな、意味のない無意味に入ってたのかな、確かいろんなこうエッセイとか結構分厚い、ね、熱い本ですね、対談とかが入ったやつでしたっけ。対談は入ってない、ですあのだから不気味でない建築のためにっていうエッセイ、あのテキストもそこに入ってたから、あ、そうか、分かりました。あのテキストはいつだったかな、2016年ぐらい10プラス1のシンポジウムの中なんですね、はい、そうですそうです。で、一緒に、確かあのこれからの建築のことを考えようというイベントがあって、でその時にあの千葉さんが考えてくださったことだったと思います。それであの感覚も僕はすごく共感するんですけども、その時に僕があのどんな問題意識を持って千葉さんと議論したかというと、まあ、我々建築家なのであのこの建物全体をデザインするという局面があるわけですけども、その時にあの建物全体を扱いつつ、例えばもちろん照明とか、窓サッシとかドアとかそういう部品もデザインするわけですよね。でじゃあその全体、建物全体とその部品たちの関係をどのように考えるかというと、一般的に建築家がやるのはこうドアと窓サッシと照明のテイストを合わせて、それで建物全体でコーディネートするというやり方なんですね。でそのことに僕はすごい不満を持ってたんですよ。でなぜ不満を持ってたかというと、僕はあの建築工法という学問を教えているというふうな話をしましたが、ただ自分自身は建築家のところで修行したことがないので、設計を習ったのはその辺にいるあのごく当たり前の建物とか都市の構築物から習ったっていう感じがすごく強いんですね。だからあのこういう壁と床の取り合いとかを見て、うん、これはこうなのかということをこの、 あのごく当たり前の建物から学んでるというあのバックグラウンドがありました。でそういう人からすると、建築家が自分のこう建物の全体のパッケージを作るためにドアを合わせるっていう行為がすごい気に入らないんです。ドアはドアでものすごくこう知識にあふれていて、なんかこう可能性にあふれてるんですよ。でその可能性を建築家が閉じてしまうような感じがして、でそれはちょっと違うのではないかと思って、でところがあのそのように考えていくと、あの建物全体をデザインするってことはあの、まあ、
ドアみたいな視点からするとなんか先制的なんですね。つまり建築家というトップダウンの主体がドアにこう強制力を埋めた。で一方でもっと町都市のような視点からするとそのパッケージをこうデザインすることによってデザインされてない外部というものが生まれてしまう。つまりあるこう一連の建物という領域を建築家が全部デザインしきるとデザインされてない部分というのができちゃうんですね。でそれが都市のような外部 でそれも都市の側からするとデザインされてない部分って作っちゃうってちょっと違うんじゃないかと思ってたんですね。つまり排他的なのではなくそこに参加できない領域を作っちゃうんじゃないかと。でそういうやり方はちょっと違うのではないかと思っていた時にもっとドアとか壁とかがもうそれぞれ個性的に主張するようなそんな建築があってもいいのではなくそういうことを考えてたんです。でその時によくよく考えてみると先ほど東恩納さんがおっしゃっていた昔のファンシーなものとかそういうものって結構個性が強いじゃないですか。一個一個見てみると蛍光灯もそうだしすごい個性的なんです。それがバラバラにいろんなものがあるとか、ね、でそのバラバラなものがまあとりあえずある建物とか部屋の中に共存してるんだけどもでそれを我々は割と自然に受け止めてでところがよくその一つのものに注目すると何かそれが力が解放されて我々に歯向かっていくような側面があるでそういう建築作れないのかなというふうに思っていたんです。で千葉さんと、その話をした時に僕はそういう話をしてで何か非常に盛り上がった覚えがあります。でその感覚と東恩納さんの作品はかなり近いんじゃないかというふうに思った作品を拝見していました。何か当たり前のものが歯向かってくるような感じがあります。千葉さんになんか興味ちょっと興味を持ったっていうのはアートの文脈ではなんか関係性の美学っていうのがだいぶ90年代末に影響力のあるテキストがあってでそれは翻訳も出てないんですけれども結構はっきり関係性の美学とは言ってないけど割と分かりやすい感じでは参加型のアートみたいなのが今の地方芸術祭みたいなああいうなんとなくそういうものがあるなっていうのは思ってたんですけどそれは後からそれは関係する美学がルーツなんだなっていうのは後から気がついたんだけどでもそれがなんか個人的には結構気に入らなかったっていうかどうも違和感がすごくあって、まあ、作品があんまり関係性の美学なんでその個々の作品というよりは関係を作ることに主眼が置かれていて、まあ、特に参加型とか言われるとなんか緩い感じでどうもなんかしっくりこないなと思った時になんか千葉さんが言ってるようなそのオブジェクトみたいな話が、まあ、ちょっと面白いと思ったのが割ときっかけだったと思うんですよね。でそれは今でもあってまあ、不気味なものとかその最初言ったファンシーなものっていうのはまあきっかけだったんですけどね、まあ、時間も経ってるので今例えば、必ずしも不気味なものを自分が主眼にして何か作ってるっていう感じがしてないのでなんか例えばこのカーテンの絵なんかはおそらく自分ではそのドレープ自体に何か魅了されてるとこがあるなっていうのがだからちょっと今いつもそうなんですけどその現在進行形でやってることってなかなか自分でちょっとうまく説明できないところがあって、ね、だから不気味でないものっていうのもなんか非常に言葉としてインスパイアされたっていうのもありますけど不気味なものというのは、フロイト的に言うとどういうことなんですか元々の原理は、だから日常ごく身の回りによく知っているものでなふとしたきっかけでそれが非常にへんてこなものに見えるっていうか見慣れてるはずのものが
すごく変に見えるっていう感覚だと思うんですね。で、あ、ちょっと少し不気味なものと離れちゃうのかもしれないけど、なんかそれって70年代に日本でモノハの日っていうアートがあって、ムーブメントがあって、それは逆に今日本でっていうよりは海外ですごくリバイバルしてて、なんかマーケットなんかにすごくモノハの作品っていうのは、例えば代表的なのはなんか大きな石が置いてあるだけとかね、あと自然の割と何も作らないっていうのが基本的なところなんですけど、でモノハは70年代なので、モノハの人たちはちょっと当時の現象学なんかを流用して説明したり、でもちょっと素朴にあんまり言葉足らずで作家が言ってることを言うと、なんか身近にあってよく知ってるものになんかこうゾワゾワしたものを感じるとかね、なんかゾクッとするとかいうような感覚を言ってて、ああそれはちょっと不気味なものとも近いかなっていうような感覚的にはね。だからなんかフロイトはまあ精神分析でセクシャリティみたいな文脈があるので、でもそれってなんとなく現象学で言われてるような割とこう普段の文脈を外してみた時にすごくものが新鮮に見えるみたいなことは、ちょっと脈々とそういうその千葉さんがやってるような新しい実在論みたいなもの、何か脈々とつながるとこはある感覚としてはね、何か具体的に何かこうイメージさするものがないと、なかなかただ言葉だけで説明ってしにくいと思うので、なんとなく感覚は共有しているものがあるんじゃないかなと思うんですけどね。そうなんですよ。で、不気味でないものというもの議論がでもだんだん思い出したんですけど、最初はね、僕のさっきの主張は建築家はこう突出したシンボルを作る、でシンボルを作ろうとするっていうのは全く違ったものを、あるコンテクストがあった時にコンテクストとは違ったものをこう作ろうとする、そういう作り方なんだと。でところが、もっと不気味なものという作り方があるっていうのをフロイトを引いて言ってきたはずで、全く違ったものを作るのではなくて、今ここにあるものが変質してしまう、そっちの方が作り方としてインパクトがあるんじゃないで、というのは多分僕が言ってたことなんです。でそれは不気味なものだよね。でその不気味なものというのは鏡に映った自分の顔がちょっと違ってたりする、そういう不気味さですよね。でその不気味さをもう一回不気味でないものに差し戻すんだと、それこそが、次の作り方じゃないですか、確かそんな指摘をされたんだと。不気味、サンプルとして誰でも分かりやすいのって、ね、自分の声を聞くのって結構不気味ですよね。で、だから日本語の不気味なもの、不気味なものってドイツ語でウンハイムリヒっていう、で、ウンは否定の接頭辞ですけど、ハイムリヒはマンションのなんとかハイムっていう家っていうんですよね。だからそのフロイトの説明はウンハイムリヒっていう言葉は言葉の中にその馴染みがあるものと疎遠、故郷とか馴染みがあるもの、家的なものとその非 家的な疎遠さみたいなものが言葉の中矛盾したものが一つの言葉に含まれてるっていう話をしていて、まあそういう説明で、千葉さんの不気味でないものっていうのはその頭の運を取ってハイムリヒにするっていうことではなくて、その不気味なものってメカニズムの外に出るってことなのかなと思って、まあ言葉では言えるけど、それが具体的に何かはちょっとね実はよくわかんない。千葉さんが言ってるサンプルのとイメージとして言ってるのも実はあんまりよくわかんなかったんですけど、でも不気味でないものって言葉はすごくインスパイアされる言葉だなっていうのはあります。いや確か千葉さんもそう言ってたはずで、僕は概念職人だから概念をいじるといろんなことができますよ。で、概念をいじると不気味でないものという概念が提出できるんだけども、ここにはまだイメージが伴ってないから、ぜひみんなものづくりをする人と一緒に考えたいという投げかけをいただいた覚えがあります。
それでその続きの話を実はこの本の中で多少することができたと思ってるんですけども、これ何かというと、ですね、8月に出る本なんですけども、僕が次のベネチアビエンナーレの建築展のキュレーター、はいはい、日本家のキュレーターをすると伺ってます。はい、なってで本当は今年の5月開幕だったんですけども、ね、まあイタリアもこの状況なので、できなくなって、それが8月に延期ということになったんですね。でそこに合わせてこれ作ろうということになってたんですけども、さらに1年延期で今5月来年の5月、それがベネチアのカタログってことなんですか？そうです、そうです。で、まあ、カタログといっても出版社としては、この開幕と一緒に作った方が出した方が、それってバイリンガルとか、バイリンガルです。で売れるだろうということなので、うん、展示の中身自体の記録はないんですけど、それはこれから作ろうと思ってます。でこの中で何人かの方と対話をしたんですけども、千葉雅也さんとも対話をしました、うん、それから国分光一郎さんという哲学者とも対話をしたんですが、我々がそもそも何をやろうとしているかというと、日本のまあ普通の住宅を、イタリアに持って行って再構築するということをやろうとしています。それでその住宅がですね、まあ、まさに改修をたくさん重ねた住宅なんですけども、昭和1955年ぐらいに建てられたんですよ、最初は。で1955年っていうと全部住宅手作りなんですね。大工さんがこう、そうですね、そう全部こう天然素材でクラフトマンシップ的に作った、それが最初の住宅なんですけども、どんどん改修されるんですよ。リノベーション、リフォームを加えていく。うちの実家もそうです。そうですね。でそうすると、まあ、プリント合板とかアルミサッシとか金属製のドアとか、あとここは商店だったのでシャッターとかいろいろこうごてごとついてくる。商店建築みたいな感じ。そうなんです。で、まあ、最初は平屋で建ったのが2階が増築されて、まあ、それがさらにこう長屋に分割されていってものすごく改修されるんですけども、その過程で工業部品がバンバンついてくるんですね。でその住宅は、まあ、大変可愛らしくも見えるんだけども、一方で、こう工業的な部品をどんどん取り込んだ不気味なものにも見えるんですよ。でこれはどっち、君たちどっちと考えてるんですかというふうに、この中に歴史家の建築家の方と対話した時にそう言われて、答えが出なかった、僕たちで答えが出なかったんだけども、国分光一郎さんと会話をしている時にいろいろヒントをつかんだ感じを得たんですね。でさっき の不気味でないものの話で言うと、近代以降のアートってホワイトキューブにこう物を置く、そうするとアートに見えるじゃないですか、はい、うん、あれは、不気味じゃない、もっと前の段階で、要するにコンテクストを全部剥いで、でそこに突然異物を置くとそれが異化されると、でコンテクストが剥がれることで、何かかっこよく見える、うん、それがまあ、最初の近代的なアートだから、逆に言えばギャラリーに置けば何でもアートに見えるんですね。でそれがホワイトキューブの基本的な理論である。でところがそれはコンテクストを失ってしまうので、で僕はそういう作り方、建築においては例えば白いキューブを街中にポンと置くと大変かっこよく見える、これモダニズムの作り方ですね。でその作り方に、僕はすごく違和感を持ったので、したがって、まあ、当たり前の作り方をするんだけども、その当たり前のものが突然こう生かされるような作り方をしようと。でこれが多分不気味なものの作り方ですね。でその不気味なものを多分さっき言ってたこのファンシーな住宅っていうのもそういう感覚に近いんじゃないかと思うんですけども、あれってこうコンテクスト自体はあるじゃないですか。つまり我々のごく当たり前の生活の中から生まれてきたものである、で、あれは決してホワイトキューブに置かれたオブジェではないと、なんだけどもそこに、何かこう個人の特別な思いとか、あるいは非常にこう工業的な作り方とかが入ってきて、それに気づいた瞬間に不気味に見えるんだと思うんですね。じゃあその不気味さをもう一回
生かするというかないことにするっていうのはどういうことか。で、それは国分さんの時に国分さんと話していて言われたんですけども、君たちは日本の住宅をイタリアに持っていこうとする。で、これはコンテクストが剥がれた状態、生かされた状態。そうですね。で、それはある意味で、その日本にいたら可愛らしかった住宅を、不気味なものにする操作なんだ。で、これはホワイトキューブではないんですよ。ホワイトキューブに置くことではないんだけども、日本というコンテクストにあって可愛らしく見えてた住宅を別のところに置いたらちょっと不気味に見えるでしょう。で、そこまでだと不気味でなものを作っているだけなんだけども、今度は我々建築家がその住宅をそのまま作るんじゃなくて、建築家なりに手を加えて作業をしなきゃいけないんですけども、その作業がもしかしてイタリアのコンテクストにもう一回定着させるような作業なんじゃない。で、それは不気味じゃないっていうことなんじゃないって言われて、君たちがやるべき作業ってのはそういうことなんじゃないって言われたんですね。あれ、それはイタリア持ってって作るのはイタリアの職人さんが組み立てる、実際の日本の職人さんが、それ一緒に行くんです、でそれって日本館の中に作るんじゃなくてアーセナルの広い方、庭に作るんです、日本館の外部の庭。あ、そうなんですね、なるほどね。で、住宅の一軒の姿をとどめないで、我々の企画の話をすると、こう部分、ある部分は例えば屋根をそのまま分解して、その屋根をベンチに使うとか、そういう別の使い方を発見していくというやり方をしようと思っていて、で、これは千葉雅也さん的に言うと、例えばこの机とか、カーテンとか壁紙は、壁紙以外にもこう才能を持ってるかもしれない、秘めたる才能、それを解放してやるんだというふうに彼は言うんですけども、屋根はもしかしたら屋根と以外の力能を持ってるかもしれない、それはベンチかもしれない、それを解放してやるんだ。屋根ってか変わる屋根なんですね。スレートっていうスレートってやつなんです。セメントを固めたもので、セメントだけだと固まらないのでアスベストが入ってるんです。で、それは持ってけないので、薄っぺらい板みたいなやつですね。で、そういうような、瓦じゃないですね、瓦を模した工業製品で、それはある意味不気味なものなんですよ。で、それをじゃあイタリアに持って行って、不気味なんじゃないものに君たちはすべきじゃないかというふうに国分さんに言われて、なるほどと。そう、ある意味ではなんか不気味さを表現するって一種容易なところもあるような気がするね。なんか不気味さの方が難しいってどうしたらいいかっていうことだけど、なんか面白いじゃないかっていう。そうそうそう。それでかなり現地でアドリブ的にやろうという話をしていたので、まだ現地作業が残ってるんですね。それで国分さんにそういうことを言ってくださったので、現地作業の指針が見えたという感じが僕たちはしてました。それで翻って東恩納さんの展示を見てみると、おそらくこの蛍光灯のシャンデリアとかは、最初不気味なもの、不気味なものっておっしゃってましただから蛍光灯のシャンデリアを作ってみたら、全然不気味じゃなくてもっと別のものになってる気がしたんですよね。でもそれは何だろうと思って、自分でもよく分かんなかったけど、その不気味でないものって言われてみると、なんか自然性の過剰とか言われてみると、はそういうことなのかなって最近思ったんですね。なるほど。なんかこれがホワイトキューブに置かれると、近代的なアートになっちゃうかもしれないですね。あれですね、普通のコンテンポラリーになっちゃうかもしれないですけども、今回の展示ですごい面白いなと思ったのは、普通に使われている建物にある、で、これはコンテクストが変容して、で、物がこう氾濫を起こしたような状態なので、その次の不気味なものになっているわけですね。で、今度はその不気味なものがもう一回不気味でないものに変わろうとしている、その状態を東恩納さんは目指しているのだと。そうかもしれないですね、おっしゃられて、確かにこの展示そういうところあるんですよね。なんか意外と違和感なく、日常の、そうですね、逆にそんなに違和感がないんじゃないか、だから妙に
元からあったみたいだなっていう感じもあるし、だからこっそりものすごいイカ作用を起こそうとしているっていうよりは、こう滑りこっそり滑り込ませてこう、知らないうちに居座ってるみたいな感じですかね。そうですね、反乱を企てようとしているものが未遂に終わってるって感じがする。そうかもしれないですね。だからいろいろ、まあ、ギャラリーじゃないところでも展示は何度かやってたので、自分はなんかこういうの割と好きっていうか面白い、とかホワイトキューブの方がやりにくいですね。何にもないとこから作んなきゃいけないんで。でね、その感じが今回見てすごい面白いなと思ってました。それでこのね、未遂に終わる感覚も僕すごい共感するんですよ。でこれ何なんだろうっていうことを この本で千葉さんと話したんですね。何か僕たちはピークを迎えられないというか、絶頂を迎える手前で寸止めしてしまうような感覚がある。でこれは何なんだろうっていうことを千葉さんに話したら、それはまあ我々の文化が持っている倫理観なんじゃないですかっていう。で東恩納さんにもなんかそういう倫理性っていうのが感じられるという。ああそうですか。あんまりそういうこと言われたことはないけど。それでね、建築家からするとその感覚って結構わかるんですけども、これどういう文脈で言ったかっていうと、西洋の方だったらもっと立体的に、この例えば住宅を持っていったとしてもすごいマッチョに作り変えるんじゃない。でもなんか我々はそのマッチョの手前で踏みとどまるような感覚があって、これは何なんだろうっていう話をしたんですね。で確かにその感覚で見てみると、西洋の建築家って結構こう彫刻的に作るんですよ。彫刻的にこう三次元的に作るんだけども、我々は平面的に作る癖があって、でこの平面的なのは造形力のなさなのかなとずっと言われてたんですけども、千葉さんに言わせるとか我々の倫理観なのであると。つまり三次元的にオブジェクトを制御するんじゃなくて、この三次元にならない領域に踏みとどめるのだと。でこの倫理観、倫理観って言われて僕なるほどなと思ったんですけども、東恩納さんにもちょっとそういう感じを受けました。だからなんかマッチョなものに対するこう違和感っていうか反発がすごくありますね、最初から。だからこの彫刻、シャンデリアの作品なんかも過剰なんだけどもマッチョじゃないじゃないですか。まあそうかもしれないですね。なんかこれはね、過剰さを伴ってマッチョに作るってできると思うんですよ。でも例えば白熱球をわーっと並べたりするとすごいマッチョだしグラマラスだしラグジュアルな感じになるでしょう。でもそういう作り方じゃない、多分このそもそも蛍光灯パルクを選んでいる瞬間にその路線から外れてるんだと思うんですけども、そこも共感して見てました。丸い蛍光灯自体はね、すごくドメスティックなものなので、なんか考えてみると不思議なんですけど、まあ、蛍光灯で有名なのはダン・フレビンっていうアメリカの70年代の作家だけど、まあ、アメリカなんでアメリカにはあんまり丸い蛍光灯がないから、まあ、直感を使ってるんですけどね。どっちかっていうとミニマリズムの作家なので、でも丸い蛍光灯っていまだに他で使ってる人はあんまり見たことがないのは、もともとそもそもどこの家庭にもシーリングライトであって、イメージとしてはすごくダサいものっていう印象があったんじゃないかなと思う。だからアートではあんまりみんな使わなかったんじゃないかと思ったんですね。直感の蛍光灯を使ってもおそらくマッチョに表現することはできますよね。過剰に造形的に、あるいはこの配線なんかも造形的に作ろうと思えば作れると思うんですけど、東恩納さんの作品ってどこか投げ出しているところが。そうですね、よくメインのライトじゃなくて配線が面白がられたりするので、だから配線、まあ、わざとこうあんまりきちっとさせないっていうか、やりっぱなしにしてるとこありますね。ちょっと脱臼させてるような。でそこが共感するし、不気味じゃないものっていうところのない部分なんじゃないかと思って見てました。
おそらくあの蛍光灯を使って過剰にこう過剰にかというかな、造形的な作品を作ると、うん、これ不気味じゃない、あ、不気味なものだと思いますね、うん、でそれをもう一回こう視観させるというか、うん、脱力させているところがあって、これが不気味じゃない性なのじゃないかと、うん、今ちょっと話してて思いました。あ、これなんかもそうだけど、だからまあ脱力させるというか、どっかこう外す、あのきちっと作らないでわざとやりっぱなしとか、わざとこうチープなやり方をするっていうのは、やり方としてはなんか定番みたいな感じですね。東女さん あのいつものやり方って感じなんですか。うん、割とだからあの全部がそうではなくて、すごくかっちり作るところと、すごくこうあんまりやりっぱなしなところとこう ミクスチャーさせるっていう感じですかね、うん、でそれがね、やっぱこの高架の場所の展示とすごい合ってるんじゃないかと思って今日見てたんですね。で、あのもう一つね、すごい面白いなと思ったのが、あの作品のインパクトがじわじわくるっていうか、うん、10分ぐらいかけてびっくりするみたいな、そういうことが今日たくさん起こったので、その感じもなんかいいですよね。そうね、最初にすごいびっくりするものはすぐこう印象が薄れたりするってことはあるかもしれないですね、うん、で今日はそういうことをあの全般的に思いましたね。だからこれやっぱり不気味じゃないものになってるというふうに思いましたし。そうですか、うん、でもそこで重要なのは、多分この高架っていう場所で、まあ、生きた場所ですね、生きた場所にアートが忍び込んでるっていう展示の方法ともすごい密接に関わってるんじゃないか。そう、ここはやってみてなんか自分でもちょっと面白かったですね。吉野田さんは方法論的な自覚はあるんですか。例えばその、今門脇さんがおっしゃったのは、その元のコンテクストから話して別のコンテクストに置くっていうものが不気味なものになりうると、でそれがさらにこう馴染ませるっていうか、チューニングさせていって、まあ、ある倫理性、それが倫理性なのかもしれないですけれども、不気味でないものに転化していくっていう、まあ、ある種方法論的自覚が、自覚化が今門脇さんの中であると思うんですけれども、東野さんの中ではそういうものはあるんですか。自覚っていうか、そのなんていうのかな、作り方とか技法っていうのが、あ、まあ、それはあんまり、あの、なんていうのかな、あんまり表立っては言わないんだけど、それはなんかすごく自分の テーマなんですね。そのどうやって作るかとか、どうやって、まあ、同じモチーフで同じコンセプトがあっても、それをどうやって表現したらいいのかなっていうのは、なんかだからなんか技法を発明するみたいなことがやっぱ必要だと思ってるので、だからなんかあのコンセプトだけ新しくて、その技法が従来通りっていうのは基本的にはありえないんじゃないかと思うので、その技法をさ発明したいっていうか考案したいっていうのはいつもあの隠れたテーマなんですけど、かなり方法的なところは意識がある。あ、そうですね。あのその不気味なものではないものの話を多分千葉さんがしたときに、非ファルス的もっこりって表現されてたんです。そうですね。でもそれはちょっとあまりよく分からなかったんですけど。で、あの彼が言ってたのは、ファルスを作る。これは、まあ、あの、ホワイトキューブにオブジェクトを置くのだと思うんですが、それがね、虚勢されるんですよね。で、非ファルス的もっこりというのは、女性の下腹部の膨らみだとか言ってましたけども、まあ確かにそういうあのピークがないような、でもあの他とちょっと違っている、そういう感覚はあの言われてみると東恩納さんの作品ではあるのかもしれません。そうですね、具体的にだから不気味でないものがどういうものかっていうのはなかなかあの説明しできないかもしれないですけどね。あとちょっと思い出したのは、だからあの作品作るときはあらかじめ全て分かってるわけではなくて、かなり、まあ、予感めいたよく分かんないけど、とりあえず作って
それが何を意味してるのかは後から自分でも分かる、分かって言語化できるとちょっとそれがよ次に進めるっていう感じをこう繰り返してるっていう感じですかね。あともう一つ聞いてみたいことがあるんですけども、建築家からするとコンテクストってかなり大事なんですよ。無視して作るのにも、重視するにしてもいずれにしてもコンテクストっていうのが前提として物事を考える、うん、東女さんの場合はどのようにコンテクストと考えますか。でも、まあ、建築と違うのはクライアントもいないしその、ね、誰かのために作ってるわけではないし、もうちょっとなんか規制が、まあ、ルールが緩いところはあと、もうちょっとプライベートなこだわりで作れるところがあるので、建築とは、まあ、建築にもかなり興味はあるんだけど、建築とはだいぶ違うところがあるかなっていうのは前提でありますよね。今この蛍光灯を使うとかも、まあ、広い意味ではコンテクストですよね。つまりコンテクストは、まあ、もちろんあると思うんだけど、文化的なコンテクストがあった上でやっぱり蛍光灯っていうのが利用されてるんですか。コンテクストってコンテクストっていうのはどういうことかなと、まあ、蛍光灯で言うとその日本が蛍光灯の王国だな、まあ、今 LED に変わりつつありますけど、で、でもそれがほとんど気づか、あんまり誰もそれに気づいてないっていうか、あんまり意識してないっていうところがあるので、それを見えるようにしたいっていうのは、コンテクストっていうか、まあ、初期モチベーションとしてはあるんですよね。うん、やっぱりそうすると背景がどんな形でも成り立つという作品ではないわけ。そうですね。ただ日本でしか機能しないとも思わないので、うんうん、今日それが見てて面白かったのが LED と蛍光灯両方使われていて、うん、こんなに色が違うんだとか、そういうことはね気づきますね、うん、使うと、ね、これって結構あったかい色だなとか、そういうニュアンスみたいなものが、うん、ここにもあるんだというのに気づいたのが面白い。そうですね。だから LED 使ってみると、今まですごく冷たくて眩しい光だって言われてた蛍光灯の光がすごく優しく見えるとかね。だからそれって非常に感覚慣れみたいなものと、感覚って結構曖昧なものだなっていうのが、だから白熱灯から蛍光灯に変わって LED に変わってって。確かにテクノロジー的には変わってくるんだけれども、今日はその話してなかったけど、谷崎の家来さん読んでも当時は蛍光灯じゃなくて昭和初期なので白熱灯ですけど、あの当時でもなんか日本の都市が東京大阪なんかはヨーロッパの都市よりも格段に明るく照明されてて、みんなそういう明るい照明を求めてたってことが書いてあるので、その最初は戦後に蛍光灯が普及して日本が明るくなったのかと思ったら、もともとそういう明るくしたいっていう欲望がもっと前からあったんだなっていう。でもそれに日本ではいるとあんまりみんなが気づいてないってことは、意識してないってことはありますよね。だからそれを辿っていくと結構面白いなと思って、最初蛍光灯を使って蛍光灯を初期に使って展示したときに日本美術の山下雄二さんとか斉藤珠樹さんとかゲストに来ていただいて、ちょっと蛍光灯の話をしてもらったら、結構いろんなことが言えるんだなって気がついたんですよね。だから光に対する感受性の違いっていうか、そのヨーロッパの光がこう空から来るちょっと啓蒙とか宗教と絡んでるような光っていう認識があるので、だから日本人は無頓着だっていう、だからそういうことを話をいろいろしてもらうと、自分で思った以上にこれは面白いことなんだなっていうのを後から気づいたんですよね。でやっぱり講義のコンテクストへの眼差しというのをやっぱり感じましたけれども、我々が冷たい光だと思っていた蛍光灯をもう一回見返してみて、いろんな形で位置づけ直す、まあもちろん愛着を持って見ることもできるし、でも完全にこの開口的で愛着が持てるものとしても扱っていないし、
そういうあの見返す眼差しのようなものは非常にありそうですね。お二人にちょっと共通の質問なんですけれども、ある意味その元のコンテンツとはこう、まあ、ドメスティックというか日本由来というか、うん、まあ、ある日本のある時代を生きた人にとってのコンテクストに対するある種の介入であったり操作ですね、うん、まあ、分かりやすく言っちゃうと東女さんは蛍光灯、うん、で、門脇さんは今回のベネチアビエンナーレは看板建築ないしは焦点建築で、それは我々日本人にとっては馴染み深いものだけれども、うん、海外の人にとってはよくわからない、そもそもよくわからないものじゃないですか。そういうパースペクティブで見た時の作品の強度というか、そのコンテクストに対する操作っていうのはどういう効果を持つかという、そういうあの観点ではいかがですか。蛍光灯の作品を作って、特にあのこうシャンデリア型したオブジェの作品はあんまり説明が必要ないような感じがして、まあ説明は、ね、日本独特のプロダクトなんですよとか、日本は蛍光灯ですごく明るく照明されてるって説明はするけど、何かあの海外に持ってって展示した時も何かダイレクトに受け入れてもらえるような、何かこう説明しなくてもこう何かこう割と受け分かる、どういうふうに理解してるか分かんないけど、割とあんまり説明が不要な、だから日本発なんですけれども、必ずしも日本の文脈でしか理解できないものじゃないっていうのは感じてるのね。あとはその蛍光灯に対しても、もちろん自分が蛍光灯が大好きでこういう作品を作ったわけじゃないので、といって批判してるわけでもないんですよね。だから内部で見ているものだから、その外から見るような批判はそもそもできないと思うので、だからそういう意味ではね、なんか哲学なんかもものの考え方としては似てるようなところは感じますね。部外者的に簡単に批判するのはきっと簡単だけど、それはもともとできないっていう前提なので、まあ、そういうところがちょっと面白いかなと思って。僕自身の話をすると、自分の作品はかなりハイコンテクストだという批判を浴びることがあるんですね。日本の文化を知ってないと、ついてこれないんじゃないかとか、あるいは感覚的にそれをかっこいいと思うってことがあんまりないんじゃないかっていう批判を浴びることがある。で、ベネチアのこの展示もかなりハイコンテクストなところはあるとは思うんですけども、一方で最初から考えてたのは、こう観客ビジターのこの展覧会を作る方に参加するような、そういうような展覧会になるといいなっていうのをみんなで話してたんです。で、これは日本の住宅をばらして組み立て直すという展示なんですけども、まあ、最初はベタにその組み立て直すプロセスに、ビジターの人も入ってくれるといいなと思ってたんですけども、まあ、それはなかなかいろんな意味で難しいんですね。安全性の話とか、で限定的にワークショップとかでそういうことはやろうと思ってるんですけども、一方で今考えているのは、その観客の視点の持ち込みっていうのが結構作ることにつながるんじゃないかというふうに思っていて、これがですね、これが、今ノベルティで作ろうとしている、あ、安定って書いてある、手ぬぐいなんですけど、工事がモチーフになっているので、工事現場のあれ、こんな手ぬぐいなんですね。で、安全第一と書いてあって、で工事現場でよく見る緑の十字が書いてある。でこれはデザイナーの長島理香子さんがデザインしてくれたんですけども、まず特徴的なのが、書体がいわゆる丸ゴシック。そうですね、はいはい。で我々がよく見るかっこ悪いフォントを使ってる丸ゴシックを使
使っているわけですけども、あの長島理香子さんによるとこれの由来はあの看板を手掛けでする職人さんがおじい書きっていうのかな、うん、あの手でこう書くとこう R をつけながら書くと一番書きやすいので、うん、看板職人さん全部昔これで書いてた、うん、じゃあ実際にこういう書体で書かれてるんですか。そうなんです、あるんです。あともう一つが、そのおじ書きっていうのが非常に視認性が高いのでそれを社食フォントにしたものがある、うん、あともう一つこの機械でこうあの文字を彫る、あ、こう看板の中にこう彫る場合があるんですけど、はい、あるいはこう、ね、あの部屋のプレートとか、うん、で機械で彫る場合は機械彫りなのでこう 刃がこう機械で動くから R がつかざるを得ない、はい、それでこういうフォントが生まれたらしいんですよ、ね、でこれは今我々はすごくなんていうかあの生活にあの根ざしちゃってるものなので公共的な看板とかこういうフォントで作られていてすごいダサいじゃないですか。でもあのそれを今度は展示に、展示も実はこのフォントで全部作るんですけど、一周回ってるとある瞬間にこれかっこよく見える瞬間があるんじゃないか。で例えばあのこの十字も、まあ、我々よく慣れ親しんだあの工事現場の十字見てるかもしれませんけども、どこかでこうゲシュタルト崩壊すると、うん、これが突然かっこよく見える瞬間があるじゃないか、うん、それは、コンテクストというふうに言っても構わないし、なんていうか自分がこのコンテクストを一瞬離れて異国人化すると、うん、あのこういうものがかっこよく見えると、そういう微妙なデザインってできるんじゃないかという議論をして、うん、でそこにはこうあのコンテクストを持ってる人がコンテクストを離れる瞬間、あるいは、うん、コンテクストを離れている人がこのコンテクストにすり寄ってくる、こういうあの行き来があるはずですけども、ビジターにその感覚をあの持ち込むことができると、その展示そのものの価値がビジターと一緒に作るということができるんじゃないか。それであえてこういう作り方をしています。もう一つあのせっかくだから紹介すると、風呂敷2種類作るんですけど、こういう緑のストライプなんですね。でこの緑のストライプはあの最近だとこうあの駅の切符売り場とかにこの緑のストライプがピッピッって並んでて、まあ、ソーシャルディスタンス取るという感じであるわけですけど、まあこれ注意喚起なんですよ。アテンションっていう意味ですね。でこのアテンションの意味が、まあ、最初はアテンションの意味で使われてるんだけども、いつの間にか壁のパターンとかとして使われてくると、これ自体が結構かっこよく見えてくるじゃない、うん、でそういうあの感覚のズレを展示で作ればいいねという話をしていて、だからなんかコンテクストが非常に高いものでもそのものとしてかっこいいというあり方はあり得るはずで、それをちゃんと両方デザインすることができるとすごい面白いことができるんじゃないかというふうに今は思ってます。まあそれが展示でうまくいくか分かんないですけど、うん、でもあまりにも身近だと、ね、なかなかそういう目で見るのが難しいけど、海外に持ってったりするとその時自分が気づくとかいうことはあるかもしれない、ね、うん、で東恩納さんの作品もね、多分そういうものだと思うんですよ、ね、あの人って見てこれ全然日本の電球だとか分からずにかっこいいなと思いましたね。ただ一つあんまりなるべくやらないようにしてるのは、あんまりこうエキゾチックに見えちゃうようなものは使わないとか、そういうことはしないようにしてるんですよね、うんうん、ただエキゾチックに見えてはいけないとは僕もやっぱり思うんですけれども、うん、何かそのコンテクストを離れたり離あのくっついたりという目線を獲得することによって、うん、自分がそれまで切り捨てていたもうかっこ悪いとか、あのどうしようもないものとして切り捨ててたものがもう一回かっこよく見えてくると、それはすごくいいことなんじゃないかと思っていて、でむしろこういう展示でやりたいのは、日本人に対しては、うん、その自分がダサいものと思っていた丸文字がなんかあれかっこよく見えちゃうということが起こるようなこと、で、外国人にとっては単にこれだけでかっこいいねっていうふうになるような、そういうような感覚がデザインできるといいなと思ってます。グリーンと白のストライプっていうのはイタリアだとどう見えるんですかね。イタリアでもこれ万国共通だと思うんですけども、うん、ヨーロッパで使うのは赤と白のストライプです、うん、アテンションで、まあ、日本も赤と白
ありませんでした、うん、で緑と白って実はあんまりないんですね。あと、日本で使うのは、交通標識なんかもありますね、で使ったりする色です、うん、なんかちょっと関係ないけど、日本だけパトカーとか救急とか赤で向こうブルーじゃないですか、うん、あれはなんか不思議、あの感覚がちょっと不思議で未だによくわかんないんですけど。そうですね、あと日本で特殊なのがあれですね、虎柄、黄色と黒のストライプは海外ではあんまり使わないようです。で最初はあれを使おうという、うん、あれを使おうというアイデアもありました。あれはダサすぎる。いや、ダサすぎる。でもね、ダサすぎるって判断だったんだけど、意外といけたのかなと今は実は思った。あと、まあ、7、8分なので、もしなんか最後あればって感じですね。なければもうこれで。ちょっとあれまとめのなんか話をしたいですね。はい。なんかじゃあ最後お二人、今日お話しされて、なんか、まあ、どうだったかと。だから最初に言ったように、なんかたまたまちょっと自分の関心から本読んでたりしたら、門脇さんにちょっと事前に、うん、去年ぐらいの時点でたどり着いてたので、たまたまここでやることになったの、村瀬さんとつながってて、まあ、ちょっとご縁があってよかったと、非常によかったと思う、はい。あのちょっと最後に投げかけをしてみたいんですけども、感覚として僕はすごい親近感を持っています。で、この親近感が単に同じ頃に日本で育ったからなのか、もうちょっと違う主題を持ってるのかっていうのを、まあ、ちょっと考えてみたいなと思うんですけども、あの東恩納さんがあのこういう作品作りをするときに、まあ、当然自分のバックグラウンドもあるはずですけども、それを超えた意味合いって絶対あるじゃないですか。で、それを超えた意味、バックグラウンド関係なく、さっきの村治さんの話と近いかもしれませんけども、外国の方にも引きつける何かは絶対あるはずだし、あるいはあの、日本でこの状況を共有してない人以外にも作品として、持ってる意味というのが多分あると思うんですね。それはどういうことなのかな、作品の意味、うんうん、そうですね、あんまりそこはきっとそんなには考えてないかなっていう、なんか基本的には何かこう日々感じる違和感みたいなのがモチベーションになってると思うんで、あんまりそれを作ることにはかなり関心はあるけど、それがどう受け入れられてるのかっていうところはそんなにきっと関心がないかもしれない。まあ、あの何らか伝わってほしいとは思うので、うん、まあ、説明したりはしますけど、うん、あんまりね、今はそんなにその作った後のことは考えてないかもしれないですね。いや、でもなんか伝わると思うんですよね、この、 あの見慣れたものがざわざわとした感覚を呼び起こす、うん、それはまあ伝わるだろうとは思ってるんですけど、うん、うん、そうだからなんかそのさっき言ったその70年代のモノハの作家がなんとなくこう言ってるようなことっていうのは、作品はあんまり実はよくわかんないけど、言ってることはなんかわかるような気がするので、なんかその伝わるとは何かおそらく、あ、それはいつもあの例えば不気味さって言ってもそれは自分が感じてるだけかもしれないので、共有されてるかどうかはよくわかんないんですよね。でもおそらく共有されてるだろうっていうのは、まあ、予感の予測のもとに作ってるようなところ、うん、いやでもやっぱりなんかこの、 その日常に潜んでいる違和感のようなものから作るということが、うん、あのもちろん伝わるでしょうし、何かの意味があると思うんですね。例えば今我々が暮らしている世界、まあ、建築はずっとそういう考え方しがちですけども、こうあまりにあの工業的で、要するに見知らぬものに取り囲まれすぎている、うん、でこの見知らぬものに取り囲まれているんだけども、でも、うん、こういうものを全部切り捨てるっていう感覚ではないだと思うんですね、うん、だとしたらこの見知らぬものをもうちょっとあのこう着地させるにはどうすべきか、うん、あるいは
そのこう切り捨てられているものをもう一回こうザワザワとしたものとして生き生きとさせるためにはどうするか、そういう考え方多分当然すると思うので、やっぱりこの時代とかあるいはこの都市の在り方とかにすごい関係した表現なんじゃないかなという気がします。あ、でも一つ思うのは、建築だとどうしてももうあらかじめ社会性みたいなことを要求されるでしょ、うん、アートの場合もうちょっと、まあ、なんかそういう要求がすごいあるような気がするけど、アートの場合もうちょっとプライベートなところでやってるようなところやれるところがあるので、うん、建築はちょっとそういう点で自分だけで好きに作っていいというわけにはいかないっていうのがあらかじめあると思う。でそれがちょっと大変かなと思うんですけどね、うん、あれですね、説明できることがやっぱり求められますね、うん、建築の場合でも、そういう東恩納さんと、うん、非常に親近感を感じたところもありますし、うん、一方で建築だとできないなというところもたくさん感じたので、それはアートの、うん、アートじゃないとできないことも、ね、あると思います。だから今日は親近感と同時に羨ましさというか、こういうことを本当にやってみたいなというのも両方感じます。建築が羨ましいなと思うこともあるので、アートだとなんか全然ね、そもそも建築家の方が例えば、まあ、どうでもいいというか社会的ステータスみたいな建築家の方が圧倒的に高いような気がするし、いまだになんかアーティストとかいうとなんか偏見、奇人変人みたいな偏見ってあるんじゃないかなと思いますけどね。あ、それはお互い様かもしれないですけどね、我々も業者扱いされることって日常さなんじゃですか、ね、はい、ありがとうございます。じゃあ最後なんかもしメッセージというか、多分クラファンの話はあると思うんですけど、東村さんなんかありますか。なんか見てる人に対して、そうですね、とりあえず今回やってる作品をもうちょっと続けたいと思ってるので、まあこの後どうなるかちょっと自分でもよくわかんないんですけどね、もうちょっと明確なものになっていったらいいなと思います。はい、でも東恩納さんの作品普通に欲しいんですけど、はい、これもすごくなんていうか、かしこまったアートだったら欲しいってならないと思うんです。欲しいっていうか、ね、自分の家に置きたいって感じ。自分の家に、置いて、それでなんかこうまじまじと見るっていうよりは、多分普段ちゃんと実用品として使うだろうし、でも照明器具のオブジェは、まあ、照明器具でもあるのでね、実際に買っていただいて家に置いてる方もいると思うので、だから意外に最初はなんかすごく過剰でとても実用にはならないんじゃないかと思ってたんですけど、意外に大丈夫っていう感じはします、うん、普段は割と気に留めずに使うんだけども、なんか友達が来たら自慢するっていう、そういう使い方ができそうで、大変魅力的な、ちょっと普通のアートとは違った魅力を持ってるなと思って見てました。というわけでまたその話もさせていただきたいんですが、僕の方からはこのカタログが8月発売だというふうに言いましたけども、TOTO出版社から、なんとそれは別にベネチアのオフィシャルなカタログというか、これオフィシャルですよ。オフィシャルなんです、はい、このマークが入っているのはオフィシャルのものしか入らないので、一応これはベネチア・ビエンナーレ財団が公式に認めたというものになっています。で、これが8月に発売されますので、ぜひ皆さんご購入いただければ。あとこの手ぬぐいが2種類あるんですけども、かまわぬさんのオンラインストアで普通に販売されます。普通に販売されるんですが、今考えたら1500円で販売しようと思ってるんですけども、それとは別にぜひこのコロナで1年延びたので、その間の活動費が必要なんですね。でそれを、援助していただけるようなクラウドファンディングを今考えておりまして、クラファンコースだとこれがちょっと高くなるというのを考えてますので、ぜひクラファンコースの方でご入手いただきたいなと思っております。わかりました。じゃあ今日は門脇さん、
東恩納さんありがとうございました。なんかこういうなかなかまあ、それこそ今日あの話になりましたけど、こういうなんていうんですかね、オフィシャルな場じゃなくて、こういう効果だからこそ領域のなんていうんだろう、こう、コンテクスト関係なくあの議論できるっていうのは、なんかこの効果の独特の魅力かなと思ってますので、まあ今後もこういうイベントをやっていきたいなと思っております。なので皆さん今後もよろしくお願いいたします。ではあのここで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。